バートゾーデン・ザルミュンスターは、ドイツ連邦共和国ヘッセンシューマイン・キンチヒグーの市で、ある。キンチヒ川の谷に位置し、シュペッサルト自然公園と、ホーアー、ホーゲルスベルクに囲まれている。本市は、1974年に、バートゾーデン市とザルミュンスター市とが合併して成立した。中核宿であるバートゾーデン及びザルミュンスターのほか、周辺宿のある、 アルスベルク、エッカルトローと、カトーリシュビレンロウと、ケルバースドルフ、メルネス、ロムスタール、バーレルとの各地区からなる。本市は、フランクフルト、ラインマイン大都市圏の一部をなしている。市の一部が、シュペッサルト自然公園に含まれるにもかかわらず、この町は、連邦アウトバーン a 六十六号、フルダ・フランクフルト線及びザルミュンスター駅を通して、人口集中地域である、 ラインマイン地区への交通の便が良い実地である。市内には数多くの中規模企業や健康関連のサービス業者がある。産業構造は、例えば医薬品産業や自動車の研究開発分野で平均以上に多くの職場で適切な雇用関係が保たれていることを示している。バート・ゾーデンザルミュンスターは雇用、健康都市として多彩な健康施設を有している。 例えば、2005年に建設された、シュペッサルトイコールデルメや数多くの専門病院である。1928年から、市は効能を有する当時場を運営している。効能の源は、特に強い塩水栓にある。バーと増減ザル・ミンスターの源泉は、緩和と緊張の成分が効能を発揮する、科学的な最低含量を何倍も超えていることを、源泉の研究は明らかにした。 観光インフラは民営、公営を問わず近年継続的に充実、拡張されている。この町には年間のべ40万5377泊の宿泊客があり、日帰り客も増加傾向にある。バーと増田ザルミュンスターは、シュペッサルト山地の北端からホーゲルスベルク山地の南端にかけて位置している。中核宿のバーとデンとザルミュンスターは、 近地日側の谷に位置する。この町は、アウトバーン A66 号線及び、鉄道のフランクフルトアムマインフルガ間の沿線に、ある。中規模中心のバート・ゾーデンザル・ミュンスターは、ヘッセン州ダルムシュタット行政管区に属す、マイン・キンツ軍ヒの一部である。バート・ゾーデンザル・ミュンスターは、北は、ビルシュタイン、東は、シュタイナウ・アンデ・アシトラーセ及び市町村に属さない。 グーツ別力シュペッサルと、南はバートオルプ、西はベヒタースバッフ派及びブラハトタールと境を接している。メルネス地区は、それ以外の地域から離れた飛び地であり、西及び北は、グーツ別力シュペッサルと、東はやはり市町村に属さない、アウラの森地区、南をヨスグルントと境を接する。バートゾーデンザルミュンスターは、以下の12の地区からなる。 1972年まで独立した町村だった R は旧連邦道 B40 号線沿いに位置している。この道路はアウトバーン A66 号線が完成するまではフランクフルトアムマインからフルダに向かう幹線道路であった。R の住民は昔から行商や流通業で生活していた。しかし30年戦争、7年戦争、ナポレオン戦争では 進軍する軍勢による占領や略奪に大いに苦しめられた。R に関する最初の文献上の記録は1326年になされた。1866年にシリーヒテルン軍 R はプロイ占領となった。1945年にこの軍はアメリカ軍部の決定に従って、ヘッセン州に属すこととなった。第二次世界大戦末期、この村は、 大きな危機に陥った。ザルミュンスター及びバート増電から出発した戦車部隊がアールの村を占領した。配送したドイツ兵は村の外側でシュタイナウに向かう戦車に対して射撃を行った。この攻撃で一人のアメリカ兵が射殺された。この攻撃がアールの住民からなされたと勘違いしたアメリカ軍はこの村を完全に抹殺することとした。 R の破壊は復活祭の日曜日の18時と定められた。住民は全財産を持ち、家畜を連れて近隣の町村に避難した。この時、バート増田で戦争捕虜となっており解放されたイギリス軍将校、ベディング少佐の取りなしで R の破壊は回避された。村の破壊が回避されたことに感謝して1946年3月10日に、 式典が開かれ、毎年4月1日をフェアロープテンタークとして祝うことが制約された。これは現在も存続されている。アルスベルクは市内最小の集落であり、海抜約480メートルの市内で最も高い位置にある集落でもある。アルスベルクは眺望の良い場所である。アルスベルクはアイラスバーグの名前で1330年に文献に記録されている。 それよりも以前に人が定住していたことは間違いない。伝統的に5月の初めには近隣からアルスベルクへの巡礼が行われ、9月の第3週末には教会会記載が行われる。これは1976年から皇帝のテントで祝われている。この学校は1929年に建設され、現在は公民館として使われている。 1970年1月1日、それまで独立した町村であったアルスベルクはザルミュンスター市に合併した。この集落の主要経済商品は中世初期から塩であった。この点では、この集落の歴史は、わずかに数キロメートル離れたバート・オルプのそれとよく似ているが、これ以後は大きく違っていく。すでに900年頃には塩分を含む水源が見つかっており、 フルダ修道院の所領となっていた。1190年頃のフルダ修道院長コンラート2世の文書に祖人として記録されている。1296年、シュトルツェンベルク城の麓にあった集落がアドルフ・フォン・ナッサウによってシュトルツェンタールという名で都市に格上げされた。シュトルツェンベルク城が円水線の水源を防衛する機能を担っていたかどうかは歴史上明らかでない。 14世紀から15世紀にこの城はフッテン家の所有となった。彼らは古田修道院の借金の担保としてこの町を統治した。フィリップ館大伯が1522年にこの城を攻略した後、フッテン家は1536年に谷に館を設けた。この城館はフッテン城として現存している。フッテン城増田ではオルプとは違い。 16世紀に塩泉が砂で埋まり、生炎量は廃業された。増田は、たびたび、マインツ選定校に、仕入れされたのだが、1734年に、古田修道院寮に復帰した。ただし、その際、オルプの10機の市場化装置で生炎が行われている、うちは、増田での生炎量を再考しないという条件が、付けられた。競合相手として締め出されたのであった。 1803年に古田修道院領が世俗化された後、1815年のウィーン会議で新設されたヘッセン選定校がこの地に所領を獲得した。新体制下の帝国ではマインズ選定校も廃止されており、塩・泉源を利用してはならないという義務も消失していた。それにもかかわらず、ヘッセン選定校は経済的見返りが期待できないとして聖延書の 新設を拒んだ。一方、バイエルン領となったオルプでも、製塩業は衰退していった。増田もオルプも、19世紀になると塩泉を、薬湯として利用し始めた。1837年に増田の泉源の、掘削が始まった。同じ年に、オルプでは、薬剤師、フランツレオポルト・コッホが、八つの小部屋を持つ、塩水温泉の営業を開始している。 増田では、野原の一定の場所から、塩水が常に染み出していたことが、住民たちが古い井戸の縦穴を掘り返して、炭酸を含有した、塩水泉を見つけ出す、動機づけになった。中世の市場化装置の移行も発掘された。最後のヘッセン選定工となったフリードリヒビルヘルムは、1844年に、源泉に関する権利を死に譲渡した。市は、当初、 民間での利用を期待したのだが、投資が不足した。裕福なフランクフルト市民が組織するオルプシュ領会は、この村のレストランには投資したものの、増田の塩泉には投資しなかった。1919年になって、やっと市は民間業者から厳選の利用権を取り戻した。この頃、新たに炭酸水が開発された。市は、1928年に、 プラダイハットに温泉を貸し出し、これ以後、継続的に健康インフラを拡充していった。この保養都市には、現在、多彩なホテルや飲食店、高い評価を受けている八つのリハビリクリニック、総合外来病院や治療院、多くのレクリエーション施設がある。バーと増田は、市内で2番目に人口の多い宿である。ハウゼンは、かつては小さな集落であった。この集落は、 1319年に、フセンという名前で、初めて文献に記録されている。古田修道院が、ザルミュンスター防衛ーーのために古くからこの地に、水木を築いていたと推測されている。この城の周りには二重の堀が巡らされており、城への道は二つの橋を通っていた。集落は、ハウチェンツーレン、ブルックケンとも呼ばれた。1345年にフリードリヒ本テンは、 ヤザケから城塞を購入した。1540年にマインズ選定校がアルスベルクとハウゼンを獲得した。これとともにザルミュンスターの一部も獲得され、その後この小都市は複雑な所有関係に巻き込まれていった。マインズ選定校は新たに獲得した地域に対する固有のオーバーアームトをハウゼンに設けた。借金の担保であったザルミュンスターは1734年に 古田修道院寮に服し、貢献も返還されたことから、オーバーアームとハウゼンは徐々に、その重要性を失っていった。選定校は、最終的には18世紀末にオーバーアームとの所在地を、ハウゼンからオルプに移した。その後、所領は、オルプから運営されることとなった。マインツ選定校領と古田修道院寮との境界には、小さな礼拝堂が設けられた。 この建物は、シュペッサルト街道沿いに現存している。ナポレオン戦争後、1866年に、プロイ占領となるまでの間、オルプ、アルスベルク、ハウゼンは、バイエルン領となった。プロイ占領となって、以後104年間、ハウゼンは、アルスベルクのマチックとして、ゲルンハウゼン軍に属した。1970年1月1日、アルスベルクは、ハウゼンと共に、 ザルミュンスターと合併し、その宿となった。これが、ハウゼンが現在この保養都市の宿となっている背景である。ハウゼンとアルスベルクは確かに一世紀にわたって行政機構を共にしてきた。しかし、ハウゼンの住民は、特に空間的に近いことから、昔からザルミュンスターに親近感を持っていた。住民たちはザルミュンスターの教会に通い、ここで買い物をし、 共に祭りを祝っていた。子供たちはザルミュンスターの学校で学んだ。このため、多くの住民は1970年にハウゼンとザルミュンスターが合併したのは筋の通ったことだと感じている。ハウゼンはザルミュンスターの地区委員会の管轄下にある。フッテングルンとは、近地日川の谷の横谷である。ここ、ホーゲルスベルク山地を水源とし近地日川に注ぐ。 ザルツ川が流れている。フッテングルントには、バートゾーデンイコールザルミュンスター市のロムスタール、エッカートローとバーレルとの格宿が位置している。フッテングルントという名前は、何、世紀もの間ここを支配した、貴族一門であるフッテン家に由来する。中世、フッテングルントに位置する村落は、バートゾーデン及び、旧帝国裁判所ザルミュンスター管区に属していた。 当時エッカートロートは、この周辺で出没した、盗賊団の逃げ込む場所であり、フッテン家の支配領域から他国へ出撃する際の拠点として利用されていた。それぞれの村落は、互いに切れ目なく連続しているだけでなく、その住民たちは共同で作業を行うことの必要性を自覚しており、現在の三つの宿も互いに密接な関係にある。 エッカートロート現在エッカートロート地区のある場所は900年頃にはすでに古田修道院のマルクザアルツの一部となっていた。エッカートロートは1356年にイーカータードという名前で初めて文献に記録されているがこの地域にそれまで入植がなされていなかったと考えるのは不自然である。イーカータードという名前は種族名あるいは兼霊名のイーカートと 開墾地を意味するローデンを語源とする。1805年にロムスタール・エッカートロート教会組織によって大きなバロック教会聖フランチスクス教会が建設された。この教会堂は1905年に拡張された。第三帝国時代になるまでこの集落には活発なユダヤ人コミュニティが存在していた。現在も集落の入り口左側にユダヤ人墓地があり、 一般に参拝することができる。1972年4月1日に、それまで独立した町村であった、エッカートロートは、バート・ゾーデンバイザルミュンスター氏に合併した。ロムスタール・フッテングルントの集落で、歴史的に最も重要な村であるロムスタールは、1365年に、ラムストルという名前で、初めて文献に記録され、1970年12月1日に、 ザルミュンスター市に合併した。ロムスタールは現在、フッテングルントで最も大きな市区である。ここには、基礎家庭学校、フッテングルントハレを呼び1749年に建設されたフッテンシュレスヒエンがある。この小木は、ヘレンハウスの名で知られている。バートゾーデンザルミュンスターから、ホーゲルスベルク山地方面に向かう途中に、フッテングルントと呼ばれるザルツ川の谷がある。 この名は、何、世紀にもわたったロムスタール、エッカートロート、ケルバースドルフ、バーレルト、およびマールボルンの一部を領主したフッテン家にちなんで、付けられた。14世紀に記録され1780。その辞書内には、1757年に記録が残る。城の水車と、1765年に、狩りの館と記された建物がある。問題は、現在の領主館である。 フッテン家の紋章と1742年の名がある。入り口の梁は古い城の遺構であると推測される。建築上の魅力に満ちた領主館は半節つま屋根とその上の小塔をいただく3階建ての長方形の建物である。木組建築の上階とロマンス地方風の屋根を乗せた塔が裏側と推測される。1904年にフッテンチャプスキハクバグダンが フッテングルントの辞書を獲得した。入り口方面と公園側の二つの窓軸を拡張したのはこの人物である。バーレルト・バーレルト集落は1326年にボルデン・ロッドという名で初めて記録されている。1970年12月1日にバート・ゾーデン・バイザル・ミュンスター氏に合併した。バーレルトはフッテングルントで最も小さな宿である。 この集落は1339年にウィルンロードという名前で初めて文献に記録されている。1972年7月1日にザルミュンスター市に合併した。主に農業で生計を立てるカトーリシュビレンドーとは小集落シェーンホーフと共にバートゾーデンザルミュンスターで最も小さい区の一つである。ホーゲルスベルク山地への上り坂に位置する その立地から、宿内には、数多くの遊歩道が通っている。1447年に、コーバーストロフとして、初めて文献に記録された、ケルバースドルフ地区は、フッテングルントの上にある。ケルバースドルフには、小さな基礎家庭学校がある。ここで、子供たちは、初等の4年間、体験学習を含めて学ぶことができる。 ケルバスドルフは1970年12月1日にザルミュンスター市に合併した。ザルミュンスター旧市街ザルミュンスターの街並みは2つの教会によって印象付けられている。旧市街にはバロック様式のカトリックの教区教会がそびえている。この教会は1650年から2004年までフランシスコ修道院の修道院教会でもあった。 修道院の建物は現在、古田市教区組織の教育、修行の施設として利用されている。プロテスタントのフェアゼーヌンク教会は、ネオゴシック様式の簡素な建物である。経済は主に、小売業と自動車部品の下請け業によっている。ザルミュンスターは、アウトバーン A66 号線のインターチェンジを、介して、交通の便が良い場所にある。さらに、この市区には、駅があり、 一時間ごとに、バートゾーデン・ザルミュンスターとフランクフルトアムマイニア、フルガとを結んでいる。バートゾーデン・イコールザルミュンスター市の市議会は37議席からなる。アール地区の近地日川関戸ール地区の関戸湖は、見どころである。教会もこの町の魅力の一つである。やはりアール地区にあるマリアのグロッテは信仰心厚い、人々が集まる場所である。ザルミュンスターの受難劇は、 軍を超えて有名である。これは三四年周期でバロックの教区教会であるセーペーター・ウン・トッパウル教会でイエス・キリストの受難劇が上演されるものである。3000人以上の観客がこの受難劇を鑑賞する。2001年に創設されたこの演劇グループは純粋な旅劇団である。レパートリーには古典から近代の喜劇の陽気な作品が含まれる。このか。 フィール X は2005年から2年ごとに冬、物語も上演している。このグループは、ドイツアマチュア演劇連盟に属している。シュトルテンベルク城のベルクフリート、バートゾーデンのセーラウレンティウス協会ザルミュンスターのセーペーターウントパウル教区協会ザルミュンスターの旧、市街祭は、8月の第1週末に開催される。バートゾーデンの泉祭りは毎年8月に開催される。 バート増電のブルックフェストは、上巻の夏祭りに変わり、6月末に開催されている。世界中で活動している自動車部品、下請けメーカーワコは、バート増電ザルミュンスターに本社を置いている。書類ホルダーは、1895年に、バーモベルファブリックストールゼンバーグの従業員、カール・グラディッツによって、バート増電で発明された。これらの文献は、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。